ウィニングポスト9 2021。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。2011年2月4週間のスタートです。はい、ではやっていきたいと思います。Twitch で配信を行ってます。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。 Please my Twitch、チャットコメント&アカウントフォロープリーズ。この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Today's After プレミアライブ My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This live my ツイッター X my アカウント please follow and リポスト and グッドボタン。はい、では始めていきましょうか。2月4週、早速レースからです。フューチュリティステークス、天のヒーローです。一番人気ですね。激戦だなぁ。98、むしろ身を取る方じゃないか。ちょっとわからない。レース行ってみましょう。コーフィールド競馬場 G1 フューチュリティステークス、オーストラリア、芝 1400m、短距離戦です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。グレイトボイス前に行きそうです。カウントオンダークスーパーそれに続いています。それでは先頭からイブニングエンペリー先手を取りました。その外にサマーレックスギニー好位置をキープしています。アマノヒーロー、すぐ後ろにカルテッドトライアル、その後ろにチャプターパースエイダー、内からはグレイトボイス、その隣にブライトクローデ、逃げてますね。その横にプルピットグルーム、その外からイルドレッド、並んで古豪スキューデントキーンダムド、最後の追い比べ、先頭は天のヒーロー。さあサマレッ、押し切ることができるでしょうか。天のヒーロー先頭、まだ持ったまんま。さあ後ろからは誰も来ていない。残りあと 400m、 押し切れるか。ここからどうか。天のヒーロー先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m を通過して、これは強い。2番手はカウントオンダークスパー、さあつまらない、押し切りました。ゴールイン、2着はカウントオンダークスパー、3着にブライトクローデット、ね、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のヒーロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。これ初 G1 ですね。あえて G1 馬高速逃げ、逃げが強力、これから楽しみです。さあ天の iPhone チッピングノートンステークスです。一番人気、110台が多い。天の iPhone は少し抜けております。126、
ではレースです。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 チッピングノートンステークス芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。右回りですね。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。プロバブルエレイン前に行きそうです。キャッチフロードそれに続いています。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはホリデイキーパー、内からはジュリエコーン、並んで10番ウィングジョイ好位置をキープしています。アマノアイホンガイドブックカナス、そのうちに続いています。さらにはオリエンタルグリービー、青の帽子スイーティフランシス、その後ろ、その横にコインつけてますね。その外からブリージーノワール。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はジュリエコーン、ホリデイキーパーほとんど差がありません。3番手にアマノアイホン、絶好の手応え。アマノアイホンいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はホリデイキーパー、さあ先頭に踊り出たアマノアイホン、スイーティフランシス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に追い出すアマノアイホン、後続とは3馬身以上、どうだ、さあ詰まらない。残り 200m を通過して、これは勝ったでしょう。後続を大きく引き離しました。2番手はブリジーノワール、アマノアイホン今勝ちました。段違いの強さです。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイホン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ国内に戻ってきまして、これは飛ばします。ヒアシンスステークスは、凱旋ユニクロと凱旋ドラクエのクラブ馬が登場。一番人気はダントツローマンレジェンドグリグリですね。他ストロウッドあたりか。3番人気はクイズアンゲスとなっております。ダイジェスト、東京3歳オープン特別ヒアシンステークスダート 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ローマンレジェンド先頭、差を広げにかかります。オリーブ星冠懸命に追いすがります。ローマンレジェンド先頭、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m を通過して、ローマンレジェンド後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はクイズアンデス、ローマンレジェンド1着、2着はクイズアンデス、3着にアストロンウッド。これは桁外れの強さだ、ローマンレジェンド。2つ桁外れですね。凱旋ユニクロが6着です。さあ フェブラリーステークス、アマノエネループアマノブルーレイ2頭が1番人気2番人気を占めております。そしてクラブバーどうでしょう。ファリダット凱旋ゲリラーメだが、やっぱりライバルでらの中では不利要素が不気味と言えるんじゃないでしょうか。分け合ってますね、アマノエレブループとアマノブルーレイは。エスポアルシティナウラも人気馬となっております。さあ先方ですが、ブルーレイは変えられます。あーでも前に行く馬多いよな、逃げ馬がなんと5頭もいますんで、このままで行ってみましょう。さあ今年初の中央 G1 フェブラリーステークスダート 1600m は東京競馬場で行われます。
果たして、冬のダート王に輝くのはどの馬になるでしょうか。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のフリーオーソ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエスポワールシチ、綺麗なスタートを切りました。やはり逃げるのはエスポワールシチ、ウォータクティクス、これに続きます。エスポワールシチ先手を取りました。トランセンド上がっていきました。ラブミーちゃんすぐ後ろ、東方ドルチェそのうちに続いています。その外からサクセスブロッケン、アマノエネループいい位置です。並んで G1 馬フリーオーソ、すぐ隣にスーニ、すぐ後ろにアドマイアスバル、さらにはマコトスパルビエロ、その外にアマノブルーレイ、その後ろに凱旋ゲリラーメン、内からはナムラタイタン、その隣にソフィアイブニング、最後方にパリダット、各馬砂煙を上げてかけていきます。オーケー機を通過していきます。ここでトランセンド先頭に変わりました。ウォータクティクスほとんど差がありません。ラブミーチャ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。トランセンド先頭、2馬身から3馬身のリード。今トランセンドだが、エネループだ。前を捉えられるか、あと200メートル。ブルーレイか。さあ先頭は今度はアマノブルーレイ、残り100メートル。ブルーレイだ。エネループは伸びない。アマノブルーレイ、このブルーレイですね。強い強いアマノブルーレイ、圧勝ゴールイン。2着はトランセンド、3着に凱旋ゲリラーメン、これが世界の実力だ、アマノブルーレイ。目は分かれました。ブルーレイが1着です。さあエネループ8着ですね。で凱旋ゲリラーメンが3着、ファリダットが4着と、検討しております。ドバイか、どうかな。そしてエネループ横乗り、後ろすぎる。でも先行馬だったんだがな、出遅れたんかもしれません。ブルーレは大舞台。そして、小倉大商店、アマノトゥルース2番人気、1番人気はリディールとなっております。本州アマノトゥルースは本州本命を取っておりますね。8枠両馬が人気となっておりまして、それにアルコーセニオラが続いております。ではダイジェスト、小倉 G3 小倉大商店芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。リディール先頭、ちょっと追いつきそうにない。残り 100m、 2番手はアマノトゥルース、なんとか2着はキープ。リディール先頭だ。リディール1着、2着はアマノトゥルース、3着に昭和モダン、1番人気に応えました。リディール見事です。3頭ですね。そのうちスマートファルコンがサウジカップに出走、東京大商店を勝ってサウジカップに直行です。地方の G1 ばっかりだ、地方のレースばっかりだな。海外の勝利は一昨年のクラークハンデ以来ないですね。大丈夫なのかスマートハルコン。中山記念にはアマノアルフォーが出てまいります。 G3 は2連勝してます。果たして G1 でどこまで戦えるのか。
お。おー、ブラックキャビア3位成長です。お、クラシックシーズン何でしょう。フランケル、あ、うちの馬じゃないですか。まあ、買った馬ですからね、海外から。自分はすでに2勝上げております。さあ、グランプリボス、あ、知ってる。この馬はどんな馬だったっけ。これさあ、天の冬ソナからサンタニータハンデスタートかで、ブログが大阪杯、ブログこれで放牧したんだよな。うーん、なかなか G2 も勝てないのか、勝負弱いな。マイラーズカップ取ってんだけどな。これどこだっけ。 AJCC 微妙に長いのかもしれないよな。むしろマイルとか1008の方がいいのかもね。これは芝か。ダービー卿はリディールが出てる。まあでも金庫賞って他に出てる馬がなかったら、まあこの想定内で行くしかないよな。ゼニアッタがドバイワールドに行きます。川崎記念かローテは実は結構合うローテです。そして天のハウル、ハウルも勝ちまくってますね。大阪杯にこちらは挑みます。スマートハルコンが今週、状態見てみよう。悪くないですよね。オーケンブルースリーは早く取りたい。リーチかかってるんです。オーケンブルースリー行きましょう。投資調子、あ、行きましょう。なんかなかなか声が届いてくれない。ゲド戦機はドバイターフ、ヒナバワーがランベットで、ヒネループはマイチステークスか。東海ステークス勝ったからチャンスだと思ったんですけどね。まあ、また立て直しでしょうね。とりあえず一周放牧しときましょう。ヒネループは覚醒だからな。フェイトはまだ G1 取っていません。6歳馬か。大阪杯に挑みますね。でキャンキャンが2勝してるんだ。まあ2勝って言っても牝馬限定ですけどね。マイルはダメか。で、ニコニコ長距離戦ですね。ニコニコはもう8勝上げてるので金札確定。でヒーローはついに、G1 馬になりました。この勢いで、宮記念に挑むのか、あ、送り人もいるのか。送り人10勝じゃないですか。どっちがいいんだろう。
ブラックキャビアがいいんだよな。あ、まあヒーローはどっちもこなせます。シワの方が合いそうな感じはありますが、何このメンバー。あ、これチャンスかも。行ってみましょう。ただしジョッキーは武豊。疲れが溜まってる、うん、4周放牧。これで疲れを回復させないといけません。ウェナビスタも大阪杯ですね。トス足りんのかな。が、これが6勝あと2勝。クルモアクラシック大阪杯はやめときましょう。ちょっと待ってよ、クルモアが牝馬やったっけ。牝馬か、牝馬のマイル戦だったあのレースがある。ビクトリアマイルです。健康がそんなに高くないからな。これ2勝ともすれば金札です。ルーラシパート2勝です。キングダマで送り人も宮杯出るんですよね。なので送り人に任せていきましょう。でアラフォーが中山記念、そばにいるねはフランク・イー・キルロ、まだ1勝です。来てる G1 は桜花賞か。で iPhone は覚醒です。3勝目か。いや大阪杯は出さないよ。3月4週があればいいんだよな。あ、3月4週は無理か。これはレースであるし、勢いあるからな、勝ちに行くことも可能。そこでここです、ジョージライダーステークス。武豊フェーブルがその名前の通り、弥生賞ディープインパクト記念。ツイッターはスプリング、ファンケルはニュージーランドトーフィーから2000ギリに伸びます。 NHK マイルじゃないんだ。あれ調子上がらないよ。本木インサイター1勝だが全日本2歳優秀のみです。ちょっと調子が心配ですね。マガール距離は1900か、
桜花賞合わないよな。競馬梅花賞を取ってフィリーズレビューへ挑みます。マイガールはもっとの距離が伸びた方がいいと思われてるのか。いや、ちょっと待って、これ一勝馬じゃないですか。まだちょっと調子が上がらないな。3月を4週ぐらい、ここ出ましょう。で、あとは以上ですね。新候補の一角スマートハルコン。ブルーレイです。さあ、サウジカップスマートファルコン出走となります。2番人気、1番人気はゲームオンリュードと一騎打ちムードです。ゲームオンリュードの方が人気もそうですが、レーティングでは上回ってますね。さあ、スマートハルコ先方変えられます。先行策でいってみましょう。レースです。最高賞金のレースです。サウジカップキングアブドゥルアジーズ競馬場 G1 ダートは 1800m をレースとなります。ここサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場に世界中のダートの猛者たちが集結しました。世界最高の賞金額を誇るまさにドリームレース、サウジカップ、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ、先手を奪うのはどの馬か。ゲームオンデュード前に行きそうです。スマートハルコン、それに続いています。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシドニーズキャンディー、大きく離れました。スイッチ並んで10番コカードシャトル、ゲームオンデュード、この馬もこのグループ、間が空いてルアーオールデイ、すぐ後ろにシェマカ上海、青の帽子スマートハルコン、いい位置につけました。オレンジの帽子ファディオプラード、その後ろすぐ隣にトーンアルカトラズ、アスコットフジヤマ、すぐ後ろ少し開いてディナミクスドラゴン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。その外にチリーマーシャル、アフリカンストーリー、それに続きます。しんがりからワイズダウン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。14番シドニーズキャンディー、
依然として先頭、後続は大きく離れています。そして大きく離れてさあ、これが4コーナーだ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日米王者の争いだ。先頭変わってゲームオンリード、外からも来ている。引き離しにかかります。あと 200m、 佐藤春子追いかけるが届かないな。バイズダン、ゲームオンデュード先頭、ゲームオンデュード、ゲームオンデュード。3着か。1着、2着はバイズダン、3着にスマートハルコン、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。ちょっと外回りすぎたよな。ニカステークスです。そしてスミレステークスに片の山があるですが、ちょっと9番人気は厳しいぞ。まあ、とはいえ2連勝ですから全然チャンスがないわけじゃないです。だからこのままダイジェストでいきます。先方をちょっと変えられる。まあダイジェストでいきましょう。阪神3歳、オープン特別スミレステークス、芝 2200m です。4コーナーをカーブして、どうだ、先頭に躍り出ているぞ。片の山がある。先頭リードは2馬身から3馬身、残り 200m。 先頭は片の山がある。勝てるんじゃないの。2番手はアフリカムインド、片の山がある、うん、打ちましたね。3連勝、強い強い。片の山がある、圧勝ゴールイン。2着はアフリカムインド、3着に太陽サマリア。これは桁外れの強さだ。片の山がある。そして、中山記念天のアラフォーです。1番人気、20丸。アロマカフェ、エーシンアポロンらが人気ですが、どうなりますか。ダイジェスト、中山 G2 中山記念、芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、天のアラフォー。力攻められる。外線鈍感か。外線赤壁か。外線赤壁抜けた。2番手は天のアラフォー、先頭は外線赤壁、1着でゴール。2着は天のアラフォー、3着にダノンカモン、見事に勝ちました。外線赤壁。ロース赤壁にライバル馬だったんだ。そして阪急杯トライアンフマッチ、新フォワードがグリグリですね。他ダイワバーバリアンが続いています。トライアンフマッチを黒三角までは持っているっていうところです。ダイジェスト、阪神 G3 阪急杯、芝 1400m 短距離戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ヘッドライナー先頭、外からエイシンフォワード、先頭あと 200m、 エイシンフォワード、さらに足を伸ばす。2番手はアーバニティ、エイシンフォワード、先頭だ。エイシンフォワード、エイシンフォワード、1着、2着はアーバニティ、3着にヘッドライナー。まずは前哨戦を制しましたエイシンフォワード、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。3頭ですが、通常の予定だと出るのはあのゼニアタだけです。スマートハルコンはちょっとレースを見ないといけない。ゼニアタのみが出走となります。そして3月2週です。アメリカ海外遠征が2頭、天のそばにいるネット、天のフルソナとなります。あ、2着か。ウソナ13勝、
そばにいるにはまあまあこれからっていうところでしょうね。そしてオルフェーブルが弥生賞ディープインパクト記念となります。まあ、川田騎手が被っちゃうんだな。3月5週大阪杯ハウルは被るんで、これは別のジョッキーに切り替えないといけません。それでいきましょう。あとゼニアッタが川田騎手か、これはもう武豊でいいんじゃないかな。川田騎手は悪くないんですけどね。川田騎手か、これは川田騎手乗せた方がいいか。いやまあこれでいいや。マナーの方で頑張ってもらいましょう。主戦ジョッキーって誰だっけ、分からん。カーダ騎手でいいような気がする。ビクトアルピサトライセンドも出るんですね。最上位冬ソナ、やっぱりゲームオンデュードは強い。オルフェーブルですね。なるほど、アマノフィッツもいるんだけど最上位じゃないと言われている。さあスマートアルコはアンタレステークスですが、1003の1006だから柏記念かな。でも海外にも出たいよな。海外でも勝てるレースか、この辺とかか。これ芝か。アラフォーはこれは違う。勝ってるけどそこじゃない。ナバウアーがいいのか。ナバウアーでも急所してるからここに出す必要ないよな。弱いメンバーなんで。あ、ダメなのか。タンクレットは距離は長い。この馬にとっては長いです。ドワイターフはキャプテントゥーレ天野ゲオ戦記がいる。カスターマイルはブリゴルディコバが強い。クリスマスはここかな。アマナーラフォは出さない。ケルタカで、今が一周放牧で、あと山ガールですね。次どこ行くんだろう。で、カッターハンデだから
ちなみにヒーローはゴールデンシャヒーンでジョージライダーで、ブルーレイがちょっとわからない、どこいてんのか。ブルーレイ出してもいいよな、ドバイに。あ、あ、芝もダートも両対応なんだ。ん？いや、出てもいいでしょう。ダメなのか、2400が長い距離ですが、ブルーレイは5勝か。なんで勝てるレース。距離は？距離は最上位か。でももう登録してる馬がいるんじゃない？オーケーブルースリーか。これぐらいはもうナトゥーザグローリーとか。でもちょっと厳しいな。ミティコバは強いから。あ、難しいな。コドルフィマイルかな。でもそれは大阪杯だろうな。ただちょっと登録数がもういっぱいいっぱい、出せるレースがいない。ブルーレイは悩みます。ドバイは機動戦機がいいのか。機動戦機10勝だからな。ただカンフォードクリグースが強い。ここはそんな簡単に勝てる相手じゃないです。ジョーポンティが強いからな、どっちみち。これでコバがいるし、ここ行ってみるかと思ったらスマートハルコンがいるんだ。じゃあここに行ってみましょう。ここくらいしかないよな。さあ、フランクインイキルロマイルステークス、馬のそばにいるねが一番人気となっております、ただ108なので抜けた存在とまではいきません。ではレースです。サンタニタ競馬場 G1 フランクインイキルロマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはウエストカリム。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウエストカリム花に立ちます。その後ろからはサブシュバリエ、この馬も上がっていく構えです。コンサルタンツフェアリー後方から、それでは先頭から。先手を取ったのはグラビオラスコモンズ。
青の帽子ウエストカリム、その後ろ少し間が空いてサブシュバリエ、キャロットバーディクト、その前に進出、向正面に入っていきました。その外にアメリアパリス、その隣にスイータースキル、内からはコートシスプリムローズ、緑の帽子天のそばにいるね、いい位置につけました。並んで11番コロニスリューベック、これに続くのがドバウィーハイツ、並んで古豪オークジンクス、すぐ後ろにルムアミーラット、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として漆黒の馬体グラビオラスコモンズ、2番手はウエストカリム、大外から緑の帽子天のそばにいる、もう先頭に躍り出た。カーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った天のそばにいるね、残り 200m 天のそばにいるね、余力は十分、さらに引き離していく。2番手はドバウィーハイツ、天のそばにいるね、強い強い天のそばにいるね、圧勝ゴールイン。2着はドバウィーハイツ、3着にウエストカリム、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のそばにいるね、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さらに G1 の勝利を積み重ねました。天のそばにいるね、さあ3単いたハンデです。天の冬ソナ登場1番人気、レーティングは119、少し抜けてる感じです。これなら勝てるでしょう。まあウェムアームドは強いな。ウェムアームドがなんて、ないくつだ、レーティング、あ、100しかないのか。以前と比べて調子がやっぱり落ちたんでしょうね。他アフリカンニコルもよく出ておりますレースです。サンタアニタ競馬場 G1 サンタアニタハンデダート 2000m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。アフリカンニコル前に行きそうです。ジャスミンタプロウそれに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。ウェルアームド先手を取りました。ティズウェイそのうちに続いています。黄色の帽子ジャスミンタプロウ、その後ろ最強女王アマノフェユソナ2番手を追走しています。その後ろからはカーネルコンカーズ、並んで12番アフリカンニコル、その横にフラットアウト、すぐ隣にジャズソフィッカフェインク、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にロックイクストラ、ナックルアストロン、この馬もこのグループ、その外からジュリアンナイサー、その後ろにアイウォントリベンジ、最後方にベルデイルアリボー、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで先頭が変わりました。ティズウェイ、アマノフェユソナ、ほとんど差がありません。間を挟んでウェルアームド、3番手アマノフェユソナ、これはいい位置につけています。先頭を伺うアマノフェユソナ、さあ先頭はティズウェイ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はアマノフェユソナ、ティズウェイもまだ粘っている。ティズウェイ抜けた。2番手はアマノフェユソナ、ティズウェイ先頭だ、負けた。ティズウェイ1着、2着はアマノフユソナ、3着にブラッドアウト、立ったのはティズウェイ、見事な勝利です。さあ黒船賞アマノラキスタです。そうなんだ、スネナイター海さん、よさこいナイター、ずっとあれなんですね。天のラキスタの他に凱旋ソナ船クラブワも出ております。これが2番人気。さあでダイジェストです。高知競馬場 JPN3 黒船賞ダート 1400m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天のラキスタ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。
残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手は凱旋空船アマノーラ・オキスタ、強い強いアマノーラ・オキスタ圧勝ゴールイン。2着は凱旋空船、3着にサマーウィンド、勝ったのはアマノーラ・オキスタ。ついに地方競馬全11条でダートグレード制覇。次です。ダイライト記念天のつぼみです。1番人気、今度は船橋ですね。シビルウォーが2番人気、ダイジェストです。船橋競馬場 JPN2 ダイオライト記念スタート 2400m です。短い直線に入って後続は完全に抜け出した。天のつぼみ先頭、3馬身から4馬身のリード、デアリースクエア、いや抜け出してない。これ前に迫れるか、迫られる。先頭天のつぼみ、しかし足色を一緒にした。デアリースクエア3着にチビルウォー、勝ったのは天のつぼみ。天のつぼみ、これ初の重賞勝利だったんだ。さあチューリップ賞天のフィッツです。4番人気、1番人気はレイブディゾールマルセリーナ、ドアウブルーと続いております。レイブディソールがグリグリとなっております。フィッツはちょっと他の馬に比べて遅れを取ってる感じではありますね。フィッツ先方選べます。まあ差しで行ってみますか。ダイジェスト、阪神桜花賞トライアル牝馬限定 G2 チューリップ賞芝 1600m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ドナウブルー先頭、外から勢いよくレイブディソール先頭、ドナウブルー追いすがります。さあ200m 後ろから来ているが、余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はトレンドハンター、先頭はレイブディソール、1着でゴールイン、2着はトレンドハンター、3着にアマノフィッツ。これが G1 馬の実力だ。レイブディソール、3着か。いや考えさせて。ソーブステークスです。凱旋夢叶えが1番人気、本氏も本命です。他新名富士が2番人気で迫ります。ナイスミューチューもが3番人気、
ダイジェスト中山オープン特別総武ステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭に踊り出た外線目構え先頭残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手は新名富士外線目構え、強いこのまで決まりか。外線目構え今ゴールイン段違いの強さです。2着は新名富士これはものが違う。外線目構え少しお待ちください。さあ、ヤロー賞ディープインパクト記念にオルフェーブル出走です。オスイプラトル、もちろん一番人気です。グリしかもグリグリです。続くのがヘルシャザールですね。他エイシンジャッカルルルーシュあたりかな。では行きましょう。3歳のクラシックサツキショートライアルポーチ杯八百代賞ディープインパクト記念、中山 G2 芝 2000m です。さあ直線に入りました。もう完全に先頭へ。オルフェーブル先頭残り 200m を通過して強烈な末足後方から一気にバイネルスターズオルフェーブル独走オルフェーブルぶっちぎりです。2着はベルシャザール3着にバイネルスターズこれが G1 馬だ。オルフェーブル圧倒です。さあこれはもう三冠を狙えます。アンカツキザレベルアップ。いや出るけどね。さあそして欧州にの G1 3つ出ます。稲葉は岩田か。稲葉は9勝上げてますからね。ユーキエナがでも3歳が勝ってないんだ。プラスにはなったが、はい、これで16勝ってない。アマオとコトも勝ってない。会社は まずいよな。マイナスはアリスリードちゃんも買ってないとなっております。さあこれで、まあ、当然オルフェーブルは
皐月賞ですね。距離が上限が3000か。もちろん全部行きます。菊花賞まで。これって主戦ジョッキーって、あ、一応ちゃんと決まってんだ。で、フィッツ、フラーカップ、いや、フラーカップか、出さんでいいだろう。疲労も考えないとな。まあまあ出すかな。でつぼみが万歳なんだこの馬。まあとはいえ5歳ですからね、つぼみ。さあダイヤモンドライトを取ることができました。重賞初制覇となりますが、次どうするかですね。スピードはあるんだよな。賢さは落ちるけど、5月の1週ぐらいからか。2100の2600。レースがないんだよな。じゃあオープン特別。アンタですとか。これかな。いや、でも登録済みって書いてんな。あとは、まあ、ヘアステークスぐらいしかない。入ったな。ここか。マンハッタンは芝なんだ。ダートレースが全然ないんだ。ん？これかな。5月4週か。で、ラキスタが、なんだこれ、なんでこうなるんだ。ミハイは出ないよ。マーチとかもダービー卿とかもあるけど、これか。ちなみに今限定だよな。5週以降。
で、冬ソナー柏記念、疲れ状況次第そばにいるねがビクトリアマイルとなっております。初ミク最上位、戦勝ですね。結構勝想定内は3番手、フィリーズレビューが検温が有力視されてます。これは楽しみにしましょう。車クラシック天の初音ミク一番人気です。122、一応はトップではありますね。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 クールモアクラシック芝 1500m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハースフラッグ、これは遅れてしまいました。どの馬が先頭に立つでしょうか。2番ですね。いきなり3コーナーか。タイフーンとレイシー、それに続いています。さらにはインビジブルクリーナー、3番フェイトウィナー、その後ろタイフーンとレイシー先手を取りました。そして大きく離れてテッサフローラ、この位置です。内からはジャンボアラバマ、その外からハースクラック、その隣にアドミラルズハード、天の初音ミク、後ろからその外にクルーズビューイソン、その後ろにジュロアクリスタル、スワラージイレブン、そのうちに続いています。内からはノンエアコブラ、その外にエルフバックファインダー、先頭は依然としてタイフーントレイシー、タイフーントレイシー、さらにリードを広げます。2番手はテッサフローラ、さあ中割ってきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。台風とレイシー頑張れ。先頭に立て。 200m、 天の初音ミク追い上げてきた。天の初音ミク先頭に立ちました。2番手は台風とレイシー、立ちました。天の初音ミク差し切った。2着は台風とレイシー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の初音ミク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。そしてランベットステークサマノイナバウアー一番人気、これ110台が多いが132です。抜けてます。イナバウアー、さあレース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ランベットステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ボンと飛び出したのはアマノイーナバウアー、ミンストレラグレイル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアマノイーナバウアー花に立ちます。その後ろからはフライトクローデット、この馬も上がっていく構えです。さらにはミンストレラグレイル、6番オールドパレスタイン、その後ろアマノイーナバウアー先手を取りました。間が空いてガブスレイサニー、ギルデアクルッパー、すぐ後ろ並んで7番セイントリービッド、すぐ後ろにジュードブリッジ、
その隣にシューティングソーラー、ルーザッカスケード、この馬もこのグループ、その外からコンティニューアルペナント、これに続いてサマレックスギニー、サラストロッド、そのうちに続いています。黄色の帽子エレクトリックカリスマ、その後ろ内からはサムダディブニング。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高方まで、まだ先頭だが淀みのない展開になりました。もう押し切れるかどうか。アマノイーナバウアー、2番手はフライトクローデット、ガブスレイサニー、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サフライトクローデットが持ち出した。先頭2馬身から3馬身のリード、まだ持っている、追い出した。2番手手応えはどうか。だが差詰まらない。先頭ナバウは押し切りムード、さらに突き放します。フライトクローデット必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 勝ちましたね。2番手はキルデアクルッパー、とてつもない強さ。アマノイナバウアー1着、アマノイナバウアー完勝。2着はキルデアクルッパー、3着にフライトクローデット。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノイナバウアー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ナベットステークス連覇となりました。続いてジョージライダーステークス、アマノアイフォンです。1番人気です。128位、こちらも抜けております。あ、抜けてないか。ヘイストが結構いい勝負になっていると少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では行ってみま行っておきましょう。アマの iPhone 一番人気、そのままレースです。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ジョージライダーステークス芝 1500m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアマノアイフォン、レイクトサーテン。スタート良かった。良い感じですね。予想通り先頭は JJ ザジェットプレーン。これに続くのがアマノアイフォン。さらにはレイクトサーテン。13番オーシャンウィンス。その後ろ先手を取ったのはレイクトサーテン。これに続くのがヘイリスト、セイナイト。すぐ後ろさらにはイングランドバドミントン。その隣にカプソポンダ、インターバルシャック。それに続いています。クマールタイズ上がっていきました。青の帽子ギャレイメガナニカ、その後ろその外からアスリアマリテュード、ミレニアムクロース、そのうちに続いていますゼウスアライブロ、それに続きます。さあ先頭は JJ ザジェットプレーン。ここで先頭が入れ替わりました。アマノアイフォン、 JJ ザジェットプレーン2番手に控えました。間を挟んでペイリス、さあ追い出した。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。内側からもなんか怖い馬がいる。一気に後続がやってきた。2番手はペイリスト、この手応えはどうか。アマノアイフォン先頭、押し切りそう。1着勝ちました。ペイリスト、3着に JJ ザジェットプレーン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。買ってくれました、アマノアイフォン。 G1 4連勝となります。おお、待望の大舞台、中山牝馬ステークス凱旋大振りです。6番人気、いやちょっと厳しいな。ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。プロビナージュ先頭、残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 外から一気にテンマールハース、プロビナージュ先頭だ。プロビナージュ、プロビナージュ、1着2着はテンマールハース、3着にエルコーリング、見事に勝ちました。プロビナージュ、そしてプラディスステークス凱旋ナルニアだが、これはちょっと厳しい。これコチステークスでいいのかな。凱旋つくば駅が一番人気、クラブーバーですが、レインボーダイヤが本誌本命となっております。一騎打ちムードかな。他、成田パレスタイン、イルドシュービアがらがつけております。ダイジェスト、中山オープン特別コチステークス芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サンライズベガ先頭、残り 200m を通過して、レインボーダリア先頭だ。2着までだな。2番手はサンライズベガ、レインボーダリア先頭だ。先頭はレインボーダリア、1着でゴール。2着は凱旋つくば駅、3着に天満ユーフォー、見事に勝ちました。レインボーダリア、アネムレステークス、アマノレンホー出走一番人気、オカショートライアルとなります。アマノレンホー20グリグリです。ダイジェスト、中山3歳牝馬限定アネムレステークスオープン特別芝 1600m 前流線、オカショートライアルです。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。天野蓮舫先頭、あと 200m、 先頭は依然として天野蓮舫、2番手はライステラス、天野蓮舫差を広げる、先頭は天野蓮舫、1着でゴール、2着はライステラス、これはものが違う天野蓮舫。お菓子を出るかどうかちょっと分かりません。 B ぐらいかな、 C かもしれない。さあフィリーズレビューもお菓子をトライアル、型の軽音登場、3番人気、1番人気はクラブーバホエールキャプチャーです。ラパスタッフっていうのもスタッフっていうのもいるんだ、スタッフ細胞ありますということですね。ホイールキャッチャーグリグリか、これは厳しい。他フロードラマあたりも人気です。さあ片尾剣音先方変えられますが、差しぐらいでいいか。ダイジェスト、阪神 G2 ホーチハイフィリーズレビュー、3歳牝馬限定芝 1400m、桜花賞トライアルとなります。さあいよいよ直線の攻防、ラパスタ先頭、外からホエールキャプチャー、ホエールキャプチャー先頭に踊り出た、ホエールキャプチャー伸びてきた、ちょっと遅れを取った片野ケイオン、ホエールキャプチャー先頭だ、2着までした、先頭はホエールキャプチャー、1着でゴール、2着は片野ケイオン、3着にラパスタ、ホエールキャプチャー見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。まあ伸びませんでしたって言っても他の馬よりは伸びてますからね。ホイールキャプチャーが強かったということでしょう。そして金庫賞です。天野想定内一番人気です。6着5着と最近成績はパッとしませんが、ここで復活することはできるか。ダークシャドウ、天馬、ブラビー、ダノンシャンティあたりですね。まあ決して簡単に勝てる相手じゃないと思います。じゃあダイジェストいきましょう。中京 G2 金庫賞芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アーリーロブスト先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。残り 200m を通過して、外に分かれている。ここで先頭変わってダノンシャンティ、2番手は天野想定いない、ダノンシャンティ先頭だ、天野想定いない、わずかにダノンシャンティ体勢有利、惜しかった。そしてオーケンブルースリーがタンクレットステークス出走、今回はこの週までにしたいと思います。方のツイッターがサツキショートライアルスプリングステークスに出走となります。ください、ね、
さあそして合ってんのか、デアリングハートモーリスロザリンドか、あとハープスターとかも、いやイスラボニータなども生まれるんですね。モーリス、ビッグアーサーなんかもいい馬みたいですね。モーリス、ロザリンド、デアリングハート。あとビッグアーサーか。ミッキーアイルなんかもいい。海外製だったらベストウォーリアらしい。でもまあモーリスですよね、まず狙うべきは。モーリスは、メジロフランシスですね。ではメジロフランシスを探してみるか。これだ、メジロフランシス。あと空きがないと購入できないんだった。なのでどうしよう、難しいな。ビリーブを売ろうか。メジロフランシスを買いますね。おっと、お売りすることはできないと言われている。ちょっとびっくりした。まあ仲悪いからか。じゃあ何がいいのか。ミッキーアイル、どんな馬？マイラーだな。ミッキーアイルは、ミッキーアイル、スターアイル、スターアイルって持ってなかったっけ。ミッキーアイル、スターアイル、あ、持ってるや、うちがスターアイルは持ってるって。これはね、もういい。あ、ミキアイルは手に入る。あとイスラボニータあたりだろうな。イスラボニータ、イスラコジーンか。あとビッグアーサーがいいらしい。シャポナ、
テアリングバード、テアリングバードってなんだ、デアリングは車内なんで、デアリングバードなんだもんね、デアリングハートか。がデアリングバードか。デアリングバードはおそらくこれ金札だな。そういうことか。え、ロザリンとってどうなん、まだこれ海外の馬じゃないの？じゃあキャロットファームはこれもスーパーホースだろうな、多分スーパーホースになりうる馬か。ロザリンの母はシーザリオです。シーザリオね、シーザリオって売ったかもしれない。持ってたっけ。あ、持ってるんだ。ってことは凱旋歴場とかティファネイアとか持ってるから、そんなに重要視されない。あとはハープスター、湘南パンドラ、衛星光とかか。ハープスターはヒストリックスターですが、繁殖は実績上げてないからちょっとあまり得じゃないかもね。衛星光ってどうなんだろう。衛星光、イスパーン賞を取ってる。あと香港カップを取ってますね、新光は。衛星光、ただちょっと寿命が短いような気がする。衛星光はゴールドアクターってどうなんだ。ゴールドアクター有馬記念馬ですね。すごいな、デビューして半年で有馬記念取ってんだ。ただそれが最後の勝利になっちゃいましたけどね。あと里のアラジン、まあ、G1 ってない、むしろ。イサボニータは、あの、なんだ、サツキショーバか。どうなんだ、わからんな。あんまり美味しくないかもね。と湘南パントラとかビッグアーサーあたりか。ビッグアーサーがちょっと気になるけど、
ビッグアーサー短距離馬ですね。これバンブー牧、なんとバンブー牧場、ただビッグアーサーはシャポナですか、ようわからん。なんでドローがここにいるんだ、ウィンドウィンハーフやないな。まあいいや。では。オーケーブルスリーで行きましたタンクレッドステークスです。1番人気。110台の馬が多い。オーケーブルスリーは130なんですが、果たして。ここで勝つことはできるのでしょうか。ではレース行ってみましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 タンクレッドステークス芝 2400m、 オーケンブルースリーが金札をかけて挑みます。
ちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アルデルマフィン、これは好スタート。スパイシーエプソーム、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスパイシーエプソーム鼻に立ちます。その後ろからはアルデルマフィン、この馬も上がっていく構えです。さらにはグレーシャスオーキッド、6番デリケートティマー、その後ろスパイシーエプソーム先手を取りました。フェイクアデザート、それに続きます。少し間が空いてスモークスイフト、オーケンブルースリー、いい位置です。内からはモナシアビーチ、これに続くのがアイラブスピリット、ブリージーノワール、そのうちに続いています。並んで栗色の馬体、スクリーンダッシュ、すぐ後ろにフラッシュパワー、内からはパルハワイアン、スキューデントキーンダムド、すぐ後ろ青の帽子ハーバーサイレックス、その後ろ 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからガーベイクライド、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度9番スパイシーエプソム、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、フェイクアデザート、それに続いています。その隣にグレーシャスオーキッド、間が空いてアルデルマフィン、さあ先頭は依然として9番スパイシーエプソム、2番手はフェイクアデザート、グレーシャスオーキッド、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どこにいるんだ、スパイシーエプソム。まだ集団だ。しかし後続との差が縮まってきました。さあこれ背足はいいが届くのか、スパイシーエプソム先頭、外からオーケンブルースリー、オーケンブルースリー一気に先頭に躍り出た。これはやった、後続を引き離しにかかります。ぶち切った、やりました。段違いの強さです。2着はハーバーサイレックス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オーケンブルースリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。フラーカップ一番人気アマノフィッツとなります。さあクラブ馬凱旋歴女なんかもいますね、片野山ガールと。ダイジェストいきましょう。中山 G3 フラーカップ芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、片野山ガール先頭、残り 200m、 片野山ガール伸びてきた、3頭が大接戦、一気にアマノフィッツ、片野山ガール先頭だ。アマノフィッツが勝した。アマノフィッツ1着、2着は片野山ガール、3着に凱旋歴女、一番人気に応えましたアマノフィッツ、見事です。ギリギリ勝したっていう感じですね。アマノフィッツは重賞初制覇でした。山ガールは惜しい。そしてファルコンステークスにクラブはロードカラノア、3歳馬か、3連勝、新山記念を前走取って重賞初制覇を挙げております。ではダイジェスト、中京 G3 中一スポーツ賞ファルコンステークス芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロードカナロア先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 後続はまだ後ろ、ロードカナロア先頭です。このまま押し切るか、ぶっちぎりですね。2番手は次のエンデバー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は次のエンデバー、ロードカナロア見事一番人気に応えました。
そして肩のマイガールが三子さん一勝クラス一番人気。人気はオートリクシスマスか。ダイジェスト中山一勝3歳1勝クラス、芝 1600m です。肩のマイガールが出走です。第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。残り 200m、 先頭は依然として肩のマイガール、2番手はヒシハイフレンド。この手応えはどうか。肩のマイガール粘る。肩のマイガール上がりました。1着2着は微妙です。肩のマイガール見事一番人気に応えました。そしてスプリングステークス肩のツイッターです。一番人気月賞トライアルです。ウィンバリアションがいやコティリオンが相手になりそうですね。この三強の対決か。ダナバラダちょっと落ちるような。ダイジェスト中山3歳 G2 フジテレビ賞スプリングステークス芝 1800m、 皐月賞トライアルのレースです。第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。あと 200m、 ウィンバリアシオン追い上げてきた。2番手は肩のツイッター。この足色はどうか。ウィンバリアシオンかわす。ウィンバリアシオンゴールイン。2着は肩のツイッター。3着にコテリオン。ウィンバリアシオン見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。習得賞金は取ったのだが阪神大賞典、クラブ馬凱旋リベンジが2番人気。浅草キングスもいます。1番人気はペルーサですね。3番人気ローズキングダム、マイネルキッズらもいます。ダイジェスト阪神 G2 阪神大賞典芝 3000m です。4コーナーをカーブしてさあこれからです。ローズキングダム先頭、外から勢いよく凱旋リベンジ先頭。残り 200m を通過して2番手は名村クレセント。凱旋リベンジ先頭だ。凱旋リベンジ1着、2着は名村クレセント、3着にジャガーメイル。まずは前哨戦を制しました凱旋リベンジ。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。そして名古屋城ステークス凱旋ジュピターです。これが4番人気。エシンキャロル、ソリタリーキングらが人気となっております。ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブしてさあこれからです。ソリタリーキング先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 一気に後続がやってきた。2番手は凱旋ジュピター。内から一気に凱旋ジュピター。ソリタリーキング、ソリタリーキング1着、2着は凱旋ジュピター。3着にエーシンキャロル、見事に勝ちましたソリタリーキング。さあ、ドバイに5レース出走です。ブラックキャビアだけ三浦騎手か。そして高松宮記念には天の贈り人登場です。
あそうか。ちょっと厳しいよな。トゥルース、え、なんでトゥルースお前いるんだってとこでしょ。フェイトは出したい、こんな感じで。さあ、高松宮記念の煽り VTR です。集結鉄板ボース、一挙だな、送り人。17で、ついに来ましたからね、王権ブルース・リーがついに金札達成です。そしてまずは最初、年齢いってる馬はまあいいや。ワイルドフランス、この辺は怪しいよな。柳垣牧場か。シュガーハートとは湘南、あ、翌年なんだ、北サンブラックって。弱って言われてます。ペアリングハート、まあ、強い馬であることは間違いないが、あ、ペアリングバードか。エターナルハート、ブレイブリーあたりか。なんか3区あんまり走ってないな、デアリングハートは。まあそれだけにスーパーホース出すんでしょうね。いや、メディチ、あ、この馬ドマイヤマーズって NHK マイルカップか。いや、これはちょっと買って売ろう。大人のカードを取り出す。で、売ります。イーズファームに売った。ワールドリープレジャー、どんな馬だ、ワールドリープスター、分からん、どんな馬なんだろう。あ、なるほど、ゲームオンデュールドを生んだ馬なんだ。
まあいいか。名称ももかがいるけど、10歳、ダンスイザムード。ダンスイザムードなんでここにいるんだろう。社内だからか、里のプレジデントとか産んでるんだ。かわ、うん、なるほど。まあ三個微妙だよな。フェアリーステークスをダンスファンタジアが一番の実績馬ですからね。これはちょっと微妙かもしれない。ユヌドール、ユヌドールはフィエールマンっていう馬がいますね。ちょっとこれ嫌なんで買います。A サイドはリスグラシューか、多分リスグラシュー前に買うんだろうけどな。プレミアスターってどうだっけ、一生クラスか。うん、サイダーまだ種付けしてない。ポカポカフォームに売却。
この馬はスーパーオースを産む馬ではあるってことか。のんこ、のんこの夢ののんこじゃないの。ベタレイヤだ。ベタレイヤってどうなんだろう。ベタレイヤフローラステークスまで取ってるんだけど、でもそこからパッとしないんだよな。なるほどね。とちゃちゃ。ファーム。さあ、こうやってどんどん車台から消えていきます。持ってますね。ね、これ車内ばっかり持ってるやん。
本当に数の暴力っていう感じですよね。ここぐらいまでかな。で、まず蓮舫が桜花賞。でも勝つことはできたんだけどな。でも C プラスか。だもんね、距離は1003の2100でも距離は合うんだよな。だからよくはない。で軽音がどうなんだ。なあ別にここセアグサ賞でも良さそう。アリントンカップ出てみるか。いやあでも重賞取らないといけないんだよな。ダンケルがいるんでこっちですね。こっち出てみましょう。インサイトが報酬か。アイフォンはまだ4勝なんでマイラーズカップに出るわけにはいきませんね。彼はちょっと溜まりすぎてるな。かといって でもジュベルハッタ取ってんなら
ナビスタ。ちょっとな調子は悪いな。ニコニコがこんな感じで。アルテニードーム、イナバワーもアルテンです。すごいなこれ。つぼみがブルックリンまで我慢するものの、イナバワー10勝か。いやいや、ハルテンじゃないだろう。難しいな。ここかな。それでまあ、 5月を1週まで休ませればいいと思います。大丈夫かな。まあ、やったがドバイワールドカップ、けど戦記はどうするか。ハウル、ブログ、想定内は一周放牧。その柏記念5月1周なんで、これも1周放牧。あんまり買ってる人いないよな。ビルシーナいやとジャスターが完売多いねになった反面、フェアリーダンスや凱旋フェウみたいに一口も売れてないまもいます。ここたる前も完売ですね。ゼリアタ3番手か。クリビトがトップ、決勝はパパネか。はい、ということでここまでですね。はい、見ていただいてありがとうございました。ウィニングポスト9、ライブ配信お届けいたしました。これで次回3月、ドバイを、お届けして、4月出産クラシックシーズンというふうに次回、やっていきたいと思います。次回お楽しみに。この配信は、ツイッチでお送りいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー Please。 そしてアーカイブ YouTube でアップロードしております。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。
This live archive my YouTube channel two days after premier live my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。マイツイッター X、アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタン、ウィーニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。